世界でもトップクラスである韓国の5大犯罪割合がなんと縮小傾向にあるのです。サーチナの記事からです。おめでとう韓国。いつもルールを守れない。約束ってなんだろう。法律なんて守る気もない。そんなことばかり言って申し訳なかったです。あなたたちの国もやればできるのです。それではニュース記事の内容です。韓国国内で発生する5大犯罪発生頻度は2010年は 54.0 秒に1件、2011年は 51.0 秒に1件、2012年は 50.4 秒に1件。このように上昇の一途をたどっていましたが、2013年はなんと 54.0 秒に1件まで縮小したのです。つまり重大犯罪を犯そうとした犯人が 3.6 秒も我慢することができるようになったのです。2010年に戻っただけだって？そのようなことを言ってはいけません。前進なのです。進歩なのです。進化なのです。お隣の国なのですから、素直に褒めたたえてあげましょう。記事にはもう少し詳しく書いてあります。韓国国内で今年、殺人や強盗、強姦、強制わいせつ、窃盗、暴力などのいわゆる5大犯罪が54秒に1件の割合で発生していることが明らかになった。強姦などの性犯罪は25分に1件発生していることになる。それでは、性犯罪件数である25分に1回とはどのぐらいの件数になるのでしょうか。1日は1440分なので、1440分割る25分、つまり1日 57.6 件の性犯罪が発生しているのです。もちろん認知件数なので、実態はもっと未曾有の数となることでしょう。少なすぎないかって？まあ、あの国のことだから、どこからが犯罪なのかすら定かではないことでしょう。それでは日本はどうなのでしょうか。警察庁の白書にこのような資料がありました。平成24年の性犯罪認知件数は年間で8503件です。それでは比べてみましょう。韓国は年間21000件、25分に1件の性犯罪が認知されています。日本は年間8305件、63分に1件の性犯罪が認知されています。日本より韓国は 2.5 倍の性犯罪発生率になるのです。しかしこのまま比較しては人口があまりにも違いすぎます。韓国の人口は5000万人、日本の人口は1億2000万人です。これをもとに韓国の人口を日本と同じに補正してみましょう。年間の性犯罪件数は 53,191 件、1日 145.7 件、10分に1回もの性犯罪が認知されることになるのです。犯罪先進国すんばらしい。54秒に1回も5大犯罪が発生する国、それが韓国なのです。5大犯罪とは小さな犯罪ではありません。殺人や強盗、強姦、強制わいせつ、窃盗、暴力などの重大犯罪なのです。このような状況なのに、修学旅行で韓国へ行く学校があるなんて信じられません。こんなに犯罪率が高い国へ日本から修学旅行に行くなど自殺行為でしかありません。今回の沈没事故で韓国自身も韓国国内修学旅行を禁止したのです。あの国の乗り物は危険です。あの国の食べ物は危険です。あの国の犯罪率は危険です。あの国のすべてが日本人にとっては危険なのです。もし在学中の学校で韓国へ行くこととなっている学生がいたら、ぜひ声を上げてください。54秒に1回5大犯罪が発生する韓国、性犯罪天国である韓国、絶対に修学旅行で行くべき国ではないのです。皆さんは
どのように考えますか？それではまたお会いしましょう。